皆さんこんにちは、赤さたなです。ここは和歌山県の和歌山市駅です。今回は南海電鉄の特急サザンの座席指定車両に乗って大阪の難波まで向かいます。ちなみに和歌山市駅周辺の様子はこんな感じです。駅舎は今工事中みたいです。座席指定車両に乗るには座席指定券の事前購入が必要なんですけども、あと5分しかないのでちょっと急いで購入します。窓口で座席指定券を購入してホームに出てきました。今回乗るのは14時29分発の特急サザン36号です。ホームにも指定券の販売機があるんですね。これ知らなかったんで普通に窓口で買っちゃいました。今回は1万系という車両に乗車しています。車内はこんな感じです。ちなみに1万系というのはこういう車両です。座席はこんな感じです。今回の座席指定券はこちらです。和歌山市から難波までちょうど1時間です。扉が閉まります、ご注意ください。最速列車だと和歌山市と難波を56分で結んでいるようです。また一部の列車は和歌山市駅のさらに一つ隣の和歌山港駅からも出ているようです。和歌山市駅を出発します。一応ちゃんと説明しておくと、この特急サザンは8両編成のうち和歌山市側4両が座席指定車両で、難波側4両は自由席車両となっております。なので運賃だけでもこの特急に乗ることは可能です。和歌山県北部を流れる紀の川を渡ります。向こうに和歌山県の工業地帯がよく見えます。和歌山市駅を出て最初の停車駅が和歌山大学前です。ここを出発するともうすぐ大阪府に入ります。で、この辺りはもう大阪府に入ってるかと思います。次の停車駅は今合流してきてる線路が南海の多奈川線という路線です。三崎公園というのは南海電鉄が運営している遊園地とかプールとか動物園とか、あとイルカショーもやってる総合レジャーランドのようです。僕はちょっと知らなかったです。三崎公園を出発すると列車はしばらく海沿いに走ります。海の向こうに見える山は兵庫県にある六甲山脈です。この日は本当に天気が良かったです。遠くに関西国際空港が見えてきています。あの水平線上にある白いやつがそうです。わかりますかね。この辺りは泉南里海公園というのがあって海水浴も楽しめるみたいです。 Google の写真とかで見たら結構海が綺麗みたいですね。この辺りが南海本線で最も海が近いところですかね。東京周辺で例えるなら伊豆半島とか、あと三浦半島とかに雰囲気が近いなと感じました。和歌山と大阪の間にはこの南海本線とあと JR の阪和線というのが走っていますが、景色を楽しみたいなら海沿いを走っている南海本線の方がおすすめですね。
泉佐野駅が見えてくると超高層ビルが一棟だけ建っているのが目に入ってきます。これは臨空タウンにある臨空ゲートタワービルっていうやつで、現在日本で3番目に高いビルとなっています。そういえばちゃんと座席紹介をしていないので、ここで改めてしたいなと思います。座席周りですが、まあこれといって豪華な設備があるわけではなく、必要なものがコンパクトに簡易的にまとまってるっていう感じです。リクライニングはここのボタンを手前に押すと倒すことができます。日よけのカーテンもついています。 JR の185系に似てるかなっていう印象です。列車は大阪府で2番目に大きい都市、堺市の堺駅に到着です。ここは天下茶屋のあたりですね。列車は天下茶屋、新今宮、そして難波の順に停車していきます。そして間もなく難波駅に到着です。多分折り返しの列車が発車するのを待っているためか、徐行して入線しています。座席指定車の扉は内側に開きますのでご注意ください。本日は特急サザン座席指定車をご利用くださいましてありがとうございました。またのご利用をお待ちしております。これぞターミナル駅という感じですね。南海の難波駅に到着です。それにしてもすごい立派な駅ビルですね。列車から降りました。乗ってきた車両がこれです。折り返し回送列車となるみたいですね。和歌山市側4両が座席指定車両で、前の難波側4両が自由席車両となります。ちなみに座席指定券の料金はどの区間でも大人1人510円となります。南海難波駅の改札の外に出てきました。私人生で初めて難波に来たんですけども、こんなに大きな駅なんですね。地図とかで見ると難波って複雑そうだなって思ったんですけども、さすがは大阪ひいては西日本を代表する商業地ですね。外に出てきました。いや、南海の難波駅ってとても立派な建物ですね。難波駅周辺はとても賑わっています。それでは今回の動画はここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。